これ知ってみる方は、ね、あの見ると思うんですけど、あの大阪のお好み焼き屋さんでちぼうっていう、ちぼうさんっていうお好み焼き屋さんがあって、もう今は全国展開どころか海外まで展開をされている、もう創業百何十年とか、そういったあのお好み焼き屋さんの創業者の中井さんという方が創業したお店の壁に貼って見えるあの人が集う10か条というのがあってですね、で、まあ、こう書いてある10か条ですね。人は人が集まるところへ集まる、人は快適なところへ集まる、人は噂になっているところへ集まる、人は夢の見られるところへ集まる、良いものがあるところへ集まる、満足が得られるところへ集まる、自分のためになるところへ集まる、感動を求めて集まる、情熱ある人を求めて集まる、人の心を求めて集まるという、この10か条、これはですね、あのまさにこの臨時法人会で、あの私たちがこの部分を心得て意識して、こういう活動をしていけば、あのどんどんあの会員さんを増やし、あの普及がね、できていくんじゃないかなと思いますので、今一度あのこういったところもですね、意識をして会をより雰囲気よくしていきたいなというふうに思いますので、まあ、今日皆さんにお伝えさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、実はあの来週の月曜日16日の日に